はい、それでは3つ目の講演激動の宇宙を解き、明かす x 線天文衛星アストロ h というタイトルで飯塚より講演させていただきます。お願いいたします。ああ、皆さんこんにちは。あ聞こえてますね。はい、ええー、とジャクソ研究員の飯塚亮と言います。今日はよろしくお願いします。えっ、ー、と激動の宇宙を解き、明かす x 線天文衛星アストロ h というお話を今日はしたいと思いますが、えっ、ー、と。 皆さんに分かっていただきたいのは、ですね屈辱で見ると、まあ、やばい宇宙が見えるんだというところを今日は分かっていただきたいと思います。そして、アストレイチ、今年度打ち上げを目標に今、頑張っていますので、そのアストレイチがどういうところがすごいのか、またどういうところを目標に観測をしようとしているのかというところを皆さんにご紹介していきたいと思っています。 ししかしですね何度か私こういう X 線天文学やえとアストロイチのお話をさせていただくんですが X 線っていうなんて言うんでしょうねもうそもそもここになんか敷居のような壁のようなあのものがあるらしくなかなかその先が伝わらないというところがあるみたいなのでちょっと最初は簡単めにですねなかなかイメージしにくいと思うまず X 線についてですね簡単にご紹介をしたいと思います。皆さんん線と言われてどんなイメージをお持ちでしょうか パッとと頭の中にちょっと出してみてください、ね。そうですよね。多分レントゲン写真に使うとかあとはまあ放射線なので浴びたくないとか、まあ、どちらかというと、まあ、あまりいいイメージはないんじゃないかというふうに思います。ですがですね X 線は、えー、と光電磁波の仲間。 でえー、と光はです、ね、目で見える光だけではなくて、えー、と電波赤外外線線線線線可視光線紫外線 X 線ガマ線というものがありますで目に見えるところはほんのこの一部分だけになるわけですが、えー、と星や宇宙からはいろんな、えー、とこの波長からの光が出てきますので、まあ、それをいろいろ調べることで天文学というのはやります。で、えー、と可視光線真ん中ぐらいにありますがそれより右側っていうのはです、ねえー、と波長が短いつまりエネルギーが高いところになるのでまあ あままりいいいいイメージががななものがみんな揃ってると思います。紫外線、X 線、ガンマー線、ね。それは当然でエネルギーが高いので、まあ、逆に言うとまあそういうものを浴びてしまうとまあ人体に影響が出てくるというところになります。でも逆に言うとです、ね、そういうエネルギーが高い状態にならないと X 線は出てこないので X 線で宇宙を見るイコールまあやばい世界が見えるんだというイメージをまずは皆さん思っていただければなと思います。よろししいでで…ょうかで。そんな X 線で どうなるかというところをいくつかご紹介していきたいと思いますポイントは2つありまして今言ったようにやばい宇宙が見えるということとあともう1つはです、ね、宇宙の大部分は実は X 線でないと見えないんだというところになりますまず簡単に皆さん身近な太陽ですね目で見える光で見ると、まあ、こんな感じに見えますよという感じですのっぺりしてて、えー、と真ん中ぐらいにここですかね黒点がありますよっていうのは見たことがあると思いますで太陽でですね X 線で見ると こんな感じに見えます。おお、これは日の出で撮られた X 線画像。ね、時々よく言われます。これ違う時間の写真ですよね。いえ、同時刻です。これはちょうど昨日の太陽の写真を撮ってきたとこですね。なのでなんか黒点のあたりからなんかちょっと吹き出たようなものがあると思います。で、これはですね、可視光で見るとだいたい6000度ぐらいの光るちょうど表面あたりのところが見える。 ことになるわけですが逆に X 線だとですねえー、とこの黒点から吹き出たところの1000万度ぐらいのガスや周りにあるコロナがちょうど100万度ぐらいで輝いてるということになってるので大体そのあたりを浮き彫りにしてみるという形になりますなのでヒドネの普段の画像をつなぎ合わせるとまあこんな感じに見えて普段見てる太陽とはちょっと想像つかないようなとてもあ,あやばそうだっていうのがなんかわかるんじゃないかと思います次 カニセイウご紹介したいと思います。目で見た光で見ると、これ星が死んでしまった超新星残骸、残骸の姿を見ることができます。で、これは X 線で見るとどのような感じに見えるかというと、え、全然違う。ね、こんな感じに見えます。なんか渦を巻いてて、中心からなんかジェットみたいのが出て,て、なんかとってもやばそうな感じがします。 でこれはです、ね、1,000年以上前に爆発しましたっていう記録が残っていて、まあ、目で見た光で見るとあ死んじゃったのねっていうそういうい姿見えるんですが実は X 線で見るとその1,000年経った今で,もなんか今でも死んだところがまだ活動しているというような、まあね、姿を見るということができるわけです。 どどんどんいきます X 線で一等星のお星様一つご紹介したいと思います。まあ、一番明るいお星様というイメージだと思ってください。可視光で見ると、ですねもう名もないようなものすごい暗い、大きな望遠鏡で見ないと見えないようなお星様になります。しかし、これ X 線で見ると、ですねこの星だけとびっきり明るく輝いて見えます。でこれをです、ね、いろいろ調べてみると、どうやらこうなっているんじゃないかという姿がわかります。ここんんんなな感じででですすれは想像ですよ想像像よかか隣から物を吸い込ぐぐるぐる 回ってジェットが出てなんかとってもなんか危なそうなイメージがあります。でこれ何かっていうとですねブラックホールじゃないかと言われています。皆さんブラックホールって聞いたことあると思います。何でも吸い込む怖いやつとか、あとは光ですら吸い込んでしまうので見えないやつというイメージがあるん。 じゃないかと思います。確かに実際にブラックホール一つだとですね、えっ、ー、と光すら吸い込んでしまうので見えないんですが、えっ、ー、とブラックホールそのものは星が死んでしまったときにできるというふうに今は言われています。で、死んじゃったときにブラックホールができる。確かに一つだと見えないんですが、星っていうのはですね、まあ人間と同じようにあの一人でいるのは寂しいので、よく隣り合ってこうくるクル回ってる連星と呼ばれている星がよくあります。で、その一つの星が死んでしまうとブラックホールになって、その隣からものを 吸い込むとまあこんなな形になりますで吸い込むとまあ円盤みたいなものができてそこを摩擦でどんどん温かくなって1億度ぐらいの世界になりますそうするとちょうどいい具合にですね最後あの吸い込まれるギャーみたいな悲鳴がですねちょうど X 線出てくるわけですなのでえっと実際ブラックホール直接は見ることはできないんですがこの円盤の X 線の 状態を見ることでブラックホールがどうなっているかというところをまあいろいろ調べるということができると言われています。で、そういうブラックホールはですね、まあエクセル得意分野の一つ。 でして、えっといろんなところに実はブラックホールが出てきます。で特に今注目されているのは実はどの銀河の中心にもブラックホールがあるということがほぼ分かってきています。でこれ例えばですね大きな一つの楕円銀河、目で見る光だとなんとなく丸いなっていう姿が見えるんですが、X 線でこの銀河の姿を見るとですね中心のブラックホールあたりがギュビッと輝いていてなんか周りをなんか弾き飛ばしているような姿を見ることができます。でこういう どのブラック銀河私たちの銀河の中心にもこういう大質量大体太陽の100万倍から1億,1億倍ぐらいの重さのブラックホールがあるというふうに言われていますが、まあ、そういうブラックホールがあるということが分かってきてしかも面白いのはです、ね、この銀河の中心にある大質量ブラックホールと呼ばれているものと銀河全体がどうやら何か成長に関係しているということが分かっていましたこれは天文学者にしてみるとですね、まあ、それぞれ独立に成長するものだと思い込んでいましたなのでここは今非常に面白い一つ になっていますもう一つ銀河団というものをご紹介します銀河団というのはです、ね、宇宙の進化をあの語る上で非常に大事な天体の一つになりますで目で見た光で見ると字、ね、のごとく銀河の団体さんなので、えー、大体銀河がこの粒々一つが銀河だと思ってくださいなので1000個ぐらい集まったような姿に見えますでこれを X 線で見るとどのような姿に見えるかというとですね <laughs> つぶつぶというよりはなんかもやっと全体が光ってるような姿が出てきますでこれはですね実際に1億度ぐらいのガスの塊が銀河団全体に渡って見えているということになりますしかも一番面白いところはですね重さがですね銀河団全あ銀河全部を足し合わせても実はこの高温ガスの方がはるかに重いなのでいつも僕は銀河団と呼ぶよりはあの高温ガス団と呼んだ方がいいんじゃないかなって思うぐらい ですでまたです、ね、この高温ガス1億度ぐらいあるのであのガスの状態が非常になんてうんですか、ね、活動的なので普通、その辺に1億度ぐらいのガスを置いておくとあの拡散して薄まってなくなっちゃうはずなんですねただし今でもこういうふうな姿一つの塊としてあり続けているということは何かしらとどめておく何かが必要なんですねでそういうのを勘定すると実はさらによくわからないけどダークマターがなきゃいけないと言われています。なののでで銀河団のですね まあ、材料みたいなのを感情すると実はほとんど80%ぐらいダークマーターで15%ぐらいが高温ガスで目で見える光の銀河全部足し合わせるのもたったの5%ぐらいにしかならないと言われています。でこういう形っていうのはですねある種宇宙全体にも今言えていて宇宙全体の材料っていうか組 <laughs> 成を 表にするとこんなような形と言われていますよくわかんないけど今の宇宙膨張を説明するのになくてはならないダークエネルギーこれちょっと最新の数字はちょっと違うかもしれませんがだいたい4分の3ぐらいで残りの23%ぐらいがよくわかんないけどなくては困る暗黒物質でたったの4%か5%ぐらいが私たちの目、まあ、見える物質のことをバリオンというんですが物質。 まあ最初にこの僕は数字を見た時に宇宙ってこんななんだなんでこんなになっちゃったんだろうって最初思ったんですがまあ逆に言うとまあよく分かんないダークなやつらばかりなのでまあ天文学やる人間としては非常に面白いなと思うわけです。でこの「バリオン」私たちに見える物質のうちですねえの内訳を書いてみると目で見える星とか銀河っていうのはたったの1割ぐらいしかないです。 で残りの2割ぐらいっていうのがだいいた先ほど言った銀河団の高温ガスで残りはです、ね、銀河団と銀河団の間ぐらいでなんかうようよしてるもの何かだというふうに言われていますで実はその半分ぐらいはまだ見つかっていませんでしかもです、ね、この見える物質の90%ぐらい実は X 線じゃないと見え,る見えないというふうに言われています で私たちの天文学者はですねやっぱりこの宇宙はどうやってできたかというところをやっぱり最終目標にしていろいろ研究している人は多いわけですのでしかしこの暗黒物質ダークエネルよくわからない見えないってことはですねこのやっぱりバリオンこの物質を見える物質を頼りに宇宙全体を解明しようっていう手段しか今ないわけですからそのうちの90%が X 線でしか見えないということを考えると X 線なくして宇宙を誘拐することはできないと言ってもまあ過言じゃないのかなというふうふに思っていただけるんじゃないかなと。 思います。まあ、そんな x 線宇宙は x 線で満ち満ちているということは分かっていただけたと思いますが、じゃあどうやって x 線を見るかという話をちょっとしてみたいと思います。宇宙から x 線やってきます。で、太陽も時々、あのフレアと爆発を起こして、えっ、ー、と結構な x 線を出します。なので、そういう日に。あ、明日は太陽の x 線がやってくるから、放射線浴びちゃうから家にいようなんて。 いう心配皆さんしないですよね、しないですよね。なんででしょう。ね、それは大気が守ってくれてるわけですよね。なので X 線そういうのは心配する必要はありません。しかし私たちの天文学者 X 線でいろいろ調べたいと思っている人間にとってみるとこの大気が邪魔なわけです。なん何とかしたい。じゃあどうすればいいか。 もうそうするともう大気のぞくわけにいかないのでじゃあ大気の外に行きましょうという話になりますなので人工衛星を使って X 線の観測をしますで日本はですね今まで1979年から白鳥天魔銀河飛鳥スザクという5大の衛星を打ち上げてきましたスザクは今でも現在活躍中ですで小型ながらですね、えー、と装置にいろんな工夫を施して非常に独自性を出して、まあ、世界をリードしてきたという歴史があります で私は、えー、とこのスザクのところから、えー、と携わらせていただいています。で、科学的にもう衛星っていうのは、やっぱり一つ打ち上げるのにはいろんなものを組み込まなきゃいけないんですけど、科学的に大事な部分っていうのは2つだけで、えー、と望遠鏡とカメラの部分だけになります、光を集めて、あとはそれを記録する、その装置が一番科学的にとって大事な。 部分になりますでそういうところはですね私たち研究者や科学者が、えー、と衛星設計という制限の中でできるだけいい性能を出そうっていうのを頑張って頑張っていろいろ考え抜いていろいろ作ってまあリードしながら開発をしていくという形になります。でこれ十何年前ぐらいの、えー、とスザク衛星の望遠鏡僕は望遠鏡チームに いますのでその望遠鏡をこのような感じで5台作ってちょうどえと衛星の上に作ったところで、まあ、僕が OK を出してるという感じで決してふざけてるわけではありません。で実際にいろんなものをつけて、まあ、衛星として組み上げて打ち上げて現在観測をしているという形になります。 でスザク衛星以外にですね、えー、と今は3台ああ、含めて3台の、えー、と X 線天文衛星が活躍しています、アメリカのチャンドラ衛星、ヨーロッパの XMM ニュートン衛星、あとは日本のスザク衛星という形で、今は X 線天文衛星があります。 あとで,で性能の話を少ししますが衛星という限られたところに、えー、と縛られるとですね全部の性能を全部良くした形で衛星を設計するというのはなかなかできませんなので必ず衛星設計をする時にはなんかここを強調した衛星にしようとここはやりたいからここは譲らないみたいな形であのどっかを特化した形で普通衛星設計をしますなので3つの衛星はですね、まあ 日々競争しながらもお互いの性能を補う形で実は衛星設計されているのでまあ僕はいつもこの競争という字を使うんですが競争しながらも競争し合ってまあエクセ線天文学をまあやってるというような背景がありますしかしですねこの年代見てみると1999年打ち上げ1999年打ち上げ2005年打ち上げという感じでもうだいぶこの3つの衛星が老朽化をしてきていますしかしですねアメリカとヨーロッパ実は次の衛星の計画が あままり進んんでいませんので日本の次の衛星の計画に実は日本だけではなくて世界中が注目していますまた協力しようという声が上がって2015年に新しい衛星を打ち上げようということで今やっていますアストロ H 衛星と言いますえー、と打ち上げる時には、えー、H2A ロケットを使ってこのような感じでロンスフェアリングに入れるんですが打ち上げた後にお尻を伸ばして 全長14メートルこのスザク衛星を隣に比較で書いてますがとびきり長い衛星になっていますこの何で長いかちょっと後でご紹介しますね過去の白鳥天満銀河スザクアースカスザクに比べるとですね1999年に打ち上がった白鳥はですね大体90キロぐらいで大きさとしては大体ほんこのぐらいの大きさの衛星でしたそれに比べるとどん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 大きくなって今やアストロ H 衛星は2.7トン 全中は14メートル国際協力プロジェクト、日本の科学衛星の中では最大です。で目的はです、ね、まあ、とにかくもういろいろやろうということで、先ほど紹介したような銀河団の成長はどうなっているかとか、あとは銀河と巨大ブラックホールの役割とかです、ね、あとブラックホールそのものはどうなっているか、あとはえっ、ー、と今日しゃべってないですが、宇宙船の解明とか、あとはダークマターと暗黒物質の探求というのを目標にやっています。 でいろんなものが衛星の中に入ってるんですが科学的に大事なところだけピックアップをしてちょっと今日はアストレッチの中身をご紹介したいと思いますまずアスタ頭の上にです、ね、望遠鏡が4台搭載されます2種類です高 X 線望遠鏡焦点距離が12メートルもう一つは内 X 線望遠鏡焦点距離が6メートルというふうになっていてそれぞれ下にまあカメラがちょん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 と4つあるというような形になっています でなんでこんなに長くなきゃいけないかっていうのはです、ね、実は望遠鏡の設計によります。で僕は望遠鏡チームにいるのでぜひこの X 線望遠鏡の構造についてちょっと皆さんにご紹介したいんですが X 線望遠鏡なかなか作るのが難しいです。なんでかっていうとです、ね、X 線反射も屈折もしないんです。普通の光学望遠鏡を思い浮かべていただくとあの普通の屈折望遠鏡だったら前にレンズがありますよね。 あれそのまま X 線で使うとあの曲げなきゃいけないんですけどそのまま突き抜けますなので曲がってくれない望遠鏡として役に立たない同じようにあの球面とかあの磨いた鏡を使ってもです、ね、反射しないんですそのまま突き抜けるかそのままそこで止まってしまうと。 いう形になるので、一般的な望遠鏡の考え方は全然適用できないです。で、どうするかというとですね、とにかく曲げなきゃいけないんですね。で、X 線というのはですね、実は物質に対してスレスレの角度で当てると一度以下ぐらいです。そうすると実はちょっとずつ曲がってくれます。なのでその原理を使います。なので、まあ早い話は距離が必要になるということになります。またですね、大きくもできないです。 で大きくしていくとです、ね、どんどん,どん,どんあの外側に行くと、あるところに集めようとすると曲がる距離あ違う曲がる角度が必要になってきますよね。そうすると、あるところであの X 線が反射しない1度以上になってしまうので、大きくできないというところもあります。なので 普通は衛星、ね、に対して大きい望遠鏡を1個乗っければ済む話なんですが X 線望遠鏡はなかなかそれができないので、まあ、4つ乗っけて、まあ、できるだけ X 線を集めるような工夫をしているという形になります。なので構造としてです、ね、なんかちょっと不思議な感じになっていてあのスレスレの角度で入れるのでそうすると見込みの面積が全然ちっちゃくなっちゃうのでそういうふうな鏡をいっぱい乗っけてできるだけ。 多くの X 線を集めるような工夫をしますなので、えー、と断面にするとこんなような形の望遠鏡になってて上から見るとなんかちょっとバームクーヘンみたいな感じに見えますなのでちょっと普通の望遠鏡とは違うような形になっていますまたストレーチではですね、えー、とよりやばい今まで何ていうんですかね就航撮像できなかったようなよりやばい側の X 線っていうのがあるんですがそこでも写真が撮れるようにしようということで 距離を伸ばして1 2ルにしているというようなところがあってアスレー1はとても長いということになっています。なのでまとめるとですねまずこのこっち側の望遠鏡2台で今まで撮像見えなかった世界を見てみようということでより高いエネルギー側の写真そして分光できるようにしようということになっています。またこっち側はごめんなさい こっち側は普通の X 線を集める今まで通りの望遠鏡なんですがえとここに1つ CCD のカメラを乗っけるんですが今までにない大きい CCD を乗っけて一度にできるだけ広い写真が撮れるような工夫になっていますまたもう1つですねあれえとこれがとってもニューなやつでマイクロカロリメーターという後でちょっとご紹介しますがちょっと変わったカメラを乗っけていることで超精密な 撮像ををしよううというのを乗っけますであともう一つこの下にあるのは望遠鏡は搭載しないんですが X 線だけじゃなくてガンマ線も集めてしまおうというカメラが2台取りますなので全部で望遠鏡が乗るやつが1234個あってこの2つがあるというような形のシステムになっていますでこのカロリメーターについてちょっとご紹介しますが 普通ですね X 線、簡単に言うと普通の CCD で写真を撮るような感覚とイメージは同じなんですが、このカロリメーターは全然違っていて、ですね入ってきた X 線をぶつかるとちょっとだけ温度が上がるので、その温度上昇を捉えるというようなカメラになっています。でそれで何がすごいかというと、ですね今まで64色画像ぐらいしか撮れなかったのが、とびきり細かくなって2480 48色画像ぐらいとても細かい分光ができるそれによってですね天体の動きや素性が詳細に分かるというカメラこれが非常に売りで世界中がこのカメラに注目しているといところがありますしかしですね センサー自身をほぼ絶対0度マイナス273度に冷やし続けなければいけませんなのでそのためのデュアと呼ばれている、まあ、魔法瓶みたいなシステムが必要になるのでこれが飛び切りでかくて3 0 0ロか四4 0 0ぐらいありますあとで,でちょっと写真を見せますがとっても大きいですなのでまとめると性能はこんな感じになりますで今まで上がってる上がって活躍しているチャンドラ衛星スザク衛星 XMM ニュートン衛星を書いてアストロ H 衛星を 赤で書いていてます。X 線天文衛星の、まあ、性能を5つで表してみます。例えばどのぐらいきれいに分光ができるか、あとどのぐらいの X 線の帯域が取れるか、あとどのぐらいきれいな写真が取れるか、あとはどのぐらい X 線がいっぱい集められるか、またよりやばい側の X 線をどのぐらい集められるかという5つです。で、アストロ H は先ほど言ったように 12m 伸ばすことで、 よりヤバい側の X 線画像を初めて撮りますこれによって新しい世界がいろいろ見えてくるんじゃないかと言われています一方であまりきれいに画像は撮れませんしかしとっても詳細な分光ができるカロリメーターですねであとはガンマ線まで伸ばすことで一度に X 線とガンマ線が撮れるということで、まあ、こことこことここを特徴的に伸ばしたような衛星設計だと思ってください はい、アストレイチの現場をいくつかご紹介したいと思います衛星で打ち上げるというふうに簡単に言いましたがやっぱり宇宙環境というのは非常に過酷なのでさまざまな試験をパスしていかなければなりませんでこれが1つ熱真空試験と呼ばれているやつで、えー、と真空試験でもちゃんと物が動くかとかあとは、えー、と小川のほうから話がありましたが、えー、と横から太陽の光をこう模擬した形でした。 やって実際にこの太陽から熱を受けてもいろんなものが動くかというようなまあ熱試験ですねそういうものをしていますで次これは音響試験でロケットで打ち上げるときに音が出ますでそういうもので物が壊れないかという試験をしていますであとこれはですね電気試験をしたり機械試験で機械試験というのは一つ一つ物を組み上げてちゃんと組み上がるかという試験ですでこれがえと先ほど言ったえーと6メートル 上に望遠鏡がつけますなのでここに穴が4つ開いてるのが分かると思います。この上に望遠鏡が乗る、まあ、ベンチがちゃんと今取り付くかという試験をしています。であとここに乗っているデュアが先ほど言ったカロリメーターの魔法瓶のデュアになります。なのでこういうふうな形でちゃんと機械が組み付くかとかあと一つ一つ電気的に物が動くかというのを試験をしています。であと去年ぐらいは振動試験ということで、えっと、ロケットの振動を模擬して物が壊れないかと。 いう試験をしていました。現在はええー、と、最終組み上げと最終試験をしている最中になっています。で、このアストラエイはですね、ええー、と、巨大で、ええー、と、相模原の方で。できないので、ええー、と、筑波の方でやっています。 で今のアストレイチはですねちょうど来週、つくばの一般公開がありまして、えーと、ガラス越しになると思いますが、今のアストレイチがどうなっているかという様子が多分見れると思いますので、ぜひ足を運んでいただいて、あの見ていただきたいと思います。えー、と総合環境試験棟、通称 S10 と呼ばれているところに多分置いてあると思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい では最後にですね、えー、とアストロ H の宣伝ビデオをですね3分間ご覧いただきたいと思います。で宣伝ビデオってなかなかあのノーヒントで見るとなかなか伝わらないと思うんですが多分僕の今の20分ぐらいの話を聞くとあのおおって思うところがいっぱいあると思うので。あの はいビデオは終わりで私の話はこれで終わりなのでまとめてみたいと思いますあの X 線なかなかんと思うところはありますけどあの難しい顔をしなくなるんじゃないかなと思いたいところでありますそしてアストロイチ2015年今年,ちあ今年度打ち上げ予定ですのでぜひご声援くださいさらなるヤバい世界を皆さんにあのお届けできると思っていますありがとうございました ありがとうございますそれでは質問がある方は挙手をお願いいたします上の方が見えないはいじゃあ前の方からお願いしますあ、えー、やばい話をありがとうございましたありがとうございます えっと、望遠鏡の構造のところでちょっと気になったのが、エクセンがまあ曲がりにくいっていうことでわ、はいえっと、かったんですけどその局面、えっと、回転層局面と回転放物面と二2つ書いてあったんですけども、はい、あれはなんかのハイブリッド構造かなんかなのか、何かちょっと目的があるのかという点とあ、えっと、です。 えっとそもそも工学的にえと非球面のものじゃないと,えと一点に集まらないということがあってえとこういうタイプの非常に斜めに入射するタイプで一点に完全に集めようとすると前側が回転放物面と前側が双極面にしないと設計的に一点に集まらないというところがあります。ななのでそういうい形になってると 思ってくださいあ,ましたあとこの長さで高 X 線が1 2ルで難 X 線が6メートルっていうのは、はい、波長の関係でやっぱり難 X 線の方が多少は曲がりやすいために短いんですと高い側になるとですねどん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 曲がりにくくなってきますで例えば、えー、と難 X 線っていうまあ普通の今までのやつだったら1度ぐらいでいいんですけど高 X 線ぐらいになると0.5度とかじゃないと反射しなくなりますなので、まあ、そういう意味で、えー、とできるだけ入射角度を あの小さくするために、六メートルから、まあ十二メートルにしているというところがあります。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ、その後ろのオレンジ色の。服の方、お願いします。と、今日はありがとうございました。ありがとうございます。あの。と、光学ベンチの、構造で質問なのですが、はい、あの。 スザクの場合は確か光学ベンチが進展型だったと思うのですが今回は固定式ということですがこれは固定式にすることによってどのようなメリットがあるんかえっとですね、やはり伸ばすということはやりたくないわけですできるだけひょっとしたら伸びないかもしれないわけですなのでそういうリスクは背負いたくないわけですねなので最初に衛星を設計するときにですねやっぱり望遠鏡をやる人にとってみるとできるだけ長い方が できるだけいいよりいっぱい X 線が集められるしよりやばい X 線が集められるのでできるだけ長くしたいしかしいろんなせ制約があるのでこれがまあ限界で確かに最初のエストレイチの計画ではこのスザクはですねお尻が伸びない代わりにこの前側を伸ばしましたその通りですしかし両方やってしまうとやっぱり非常にリスクがあるので今回はこっち側を伸ばさずに後ろ側だけ伸ばそうと いうことにしました。はい。ありがとうございます。じゃあ、その。はい。え、どうもありがとうございます。ありがとうございます。えと、あの。えー、外国の国旗がいくつか出てたのを見たんですけども。はい。スライドの中でですね。あの、ちょっと不勉強で申し訳ないんですが。えー、と、具体的な関わり方っていうのが、もう少し知りたいなと思いまして、例えば。 観測機器をその外国のどこかの研究機関なり宇宙機関が作っているのかとか、はい、または例えば宇宙圏のチームの中にその国旗の国籍の方がいらっしゃるのかとか、はい、その辺のことをもう少し詳しく教えていただけませんか。えっとですね、このスライドを 見せていいいかかは分からないですけあ、ストレイチは非常に巨大なプロジェクトですねものすごい JAXA だけではなくて国内の大学機関ならびに、えー、と他の海外のところが集まってまあこんなぐらい研究者なり開発者なりの人が携わって衛星のプロジェクトになっています。 いますでこの大学の人たちが JAXA と共同する形でいろんなサブグループっていうのを作って1つのカメラを担当するいろんなところを担当する,いろ,ろ当するいろんなところを担当するっていう形で分けていますまた一部分の危機器については NASA がやってもらったりあとはオランダの機関ジュネーブあとはカナダあとはイーサヨーロッパという形であの国際プロジェクトという形でやっていますなので非常に細かいもう細かい こんな形のサブグループに分かれていろんな大学研究機関が携わりながら一つの衛星に組み上げるという形になっています。はい。まあメインで取りまメインというか取りまとめてるのは、ま<の>とめているのはジャックさですね。いすねはい。わ、はいはい、かりました。ありがとうございます。あ二回席からの質問があるようですので、あ、わかりました。お願いします。素晴らしい素晴らしいお話ありがとうございました。ありがとうございます。 とっても大きな衛星なんですけれどもこちらの衛星はあの相当なこう制御でもって星,を星とか天体を観測すると思うんですけれども、はい、どれぐらいの精度でもって何秒角とかあともう1つはこの衛星の,あの軌道ですねどのような軌道もあるのかという質問をさせていただきます。わかかりましした、えーと。姿勢ににに、関しては確かに、えー、と天体の写真を撮るイメージと同じような形に なりますので、えっと、あの写真を。例えば衛星であの辺に星があるとすると、まあ、ぶれちゃいけないわけですよね。なので、そういうふうにぶれないような機構が、えっと、ついていて。えっと、単純に言うとですね、望遠鏡の頭の上に。見えないかな。ちょっと見えにくいかもしれません。ここにちょこっとだけ出っ張った。 カメラがあってこれ STT と呼ばれているスタートラッカーカメラというんですけどえとそこでえと光学普通の光のカメラを搭載してえと星を絶えずモニターしていますでその星をモニターし続けてブレた時にはえと補正するようにえと衛星の中にまあジャイロがあって姿勢を制御しながら大体えと角度でいうと5秒角から10秒角ぐらいでえと制御するという形になっていますでもう一つの質問何でしたっけ あそうですね軌道は大体550キロぐらいになっていてほぼまあ円軌道に近い形になっていて、えー、と先ほど話があったようにちょっと外側に行くと,です、ねえー、と高エネルギー粒子みたいなものがいろいろあってです、ね、それをちょっと衛星を大きく軌道してしまうと,、えー、とそれによって X 線のなんて言うんですかノイズが増えてしまうのでできるだけ X 線天文衛星にとってみると低い軌道の方が。 いいので、まあ、550キロでだいたい観測しようというような形の衛星になっています。っていう質問の答え、ってますえーっと30度ぐらいですね、打ち上げのところがそのまま決まるので、はい、ありがとうございました。はいじゃあ、お二人まで、じゃあ前の方、お願いします。 すみませんあの打ち上げるロケットなんですけども、はい、H2A ロケットで決まりなんですが、次の新しいロケットができてると思うんですけども、プロジェクトを走らせた時に、もう H2A でやろうというふうに設計を固めたので、今、H2A ロケットで打ち上げますという質問でいいですかじゃあ、H2A ロケットが、M 社がやらないっていうことになったらどうなるんでしょうか。<laughs> それはえっともう決まっている話なのでないと思います。はい、ないです。ありがとうございます。大丈夫だと思います。そこは。あともう一つ、じゃあその後ろの女性の方お願いします。ありがとうございます。えっ、ー、と。ありがとうございます。 ものすごくあの素朴なな疑問なんですちゃんまでは和名だったと思うんですけど、はい、今回はアストロ H という名前なんですが<え>何を言った、ね、か,かというのとそ,、ねはい、そのアストロ H という名前に込めた意味とか気持ちを教えてもらいたいんですけどもあ、えー、とまずじゃあアストロ H はです、ね、単純にコードネームで、えー、と最初から ABCDEF 鉄弾使って,て次 H だったので H になってるだけです。で打ち上がる でちゃんと軌道に入ると名前がつくことになりますので多分、打ち上がってよし、OK だってことになるとなんか可愛らしい <laughs> 多分、今までの衛星はなんか鳥っぽい名前なのでみんな多分鳥っぽい名前になるんじゃないかなと思っていますが、はい、ちゃんとした名前がつきますわ、はい、かりました、ありがとうございます。 前の方で手を挙げてた方大丈夫でしょうか。じゃあはい。じゃ真ん中あたりで手を挙げてる男性の方お願いします。もしもし今日はありがとうございます。ありがとうございました。あの新しいその電波望遠鏡とそれから H2。 ロケットと合わせて費用はどのぐらいになりますか。と今年度と言われてますけどいつ頃になるんですか。え何ですか。今年度発射される予定ですけれども今年度のうちのいつ頃になるのか教えてください。えっとお金と打ち上げに関してはですね大変申し訳ないんですがえっと具体的な数字は言えないことになっています申し訳ありません。 でもその電波波動系は相当高額な物なんでしょうね。X 線, X 線、ええ、なのでまああの今まで上がってきた衛星とほぼ同額ぐらいな感じだと思っていただければと思います。はい挙手をお願いいたします。伊藤さん当ててください。じゃあすいませんポケットしました。男性の方お願いします。 どうううもあありりががととごござざいいまましたす、えっとまあ、望遠鏡の衛星ってことで、はい、その対象物を、はい、その捉える時にその、まあ、上乱っていうのをなるべく少なくするっていうのが重要だっていうのが<ー>さっきお話あったんですけど、はい、今度はあの対象物を例えば180度こう違う方向にこう望遠鏡を向けたりとか、はい、そういう大きな動きっていう衛星の動きっていうのはどういう機構で ですえーっと基本的には、今日はスライド用意してないですね、えーっと、とある対象物の天体を見たら、じゃあ次の天体に行くということで、絶えずいろんな天体を見続けるので、このアストレイチはです、ね、こう向いたら、次こっち向く、次こっち向く。 というのマヌーバーっていうんですが、そういうのを繰り返しながら観測をし続けます。で、衛星の中にですね、三軸制御って言って、まあ中にエンバみたいのがあって、ぐるぐるぐるって回すと、そのなんていうかカークン通り保存速で、その反対側にくるくるくるっと回る機構がありますので、180度回すのも多分10分か20分ぐらいはかかると思うんですが、まあそれをくる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 回し続けることで、まあ反対側向くっていうことになります。アイホイールとかそういうあそうですそうですそうです。ですですあ、ありがとうございます。 はい、他にいかがでしょう。じゃあ前の男性の方お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。したえっと担当直入にスザクってどうなるんですか。スザクはどうなるか。ああスザクはですね、もう十年ぐらい経ってきてえっ、ー、とだいぶ。 いろあのー、特に電バッテリー関係ですね今あの問題を抱えていて、えー、と多分いつかは観測できなくなりますそれはやっぱり宿命ですまだ運用は続けて続けていますあ<ー>、あのー、できるだけ頑張って工夫をするような形で、えー、と今ものすごい労、えー、力を割いてる人がいて、えー、とものすごいできるだけいい観測をするように今工夫をしているという感じになります ありがとうございますはいなのでできるだけあの観測するという形になりますなのでできるだけ私たちとしてはやっぱりあのとにかく絶やしてはいけないのであのできるだけあの次の衛星と前の衛星が重なるようなことを目標にしている感じですねはい、はい、あと3つぐらい取れると思いますので挙手をお願いいたしますでは真ん中ぐらいの黒い服を着た男性の方お願いします 非常に興味深い講演ありがとうございます。ありがとうございます。えっとですね、まああのこれ今回のやつでえっと光沢線とかが見えるようになったら、はい。まあいろんなヤバい世界が見えるようになると思うんですけど、そうです。えっとまああのはい最初の頃どういう天体を狙っているのかっていうのがちょっと、えー、お話できる範囲でちょっと教えていただければと思うんですけど、はい。わかりました。えー、っとですね、最初はえー、っとやはり この重要な先ほど言ったカロリメーターと呼ばれているやつが、えー、と絶対零度に冷やさなければいけない関係で液体ヘリウムの寿命がありますなのでその寿命が一応3年目,標あ目標3年できれば5年というような形でやってるんですがなのでこいつに寿命があるのでまず、あ、最初こいつをとにかく活かす観測をするという形になるので。 えと多分アストレイ H で、えー、とできるだけ観測をしたいと思っている天体がやっぱ宇宙進化を語る上で非常に大事な銀河団をとにかく片っ端からいろいろ見たりあと巨大なブラックホールをとにかく見ていろいろ分光してとにかくいろんな動きを抑えていくというどちらかというと最初はこのカロリメーターをとにかく生かす観測を最初にすると思っています。はい、ありがとうございいました はい、他にいかがでしょうか。もう一人か二人ぐらい声上がってます。じゃあ、後ろの女性の方、お願いします。すみません。えっ、ー、と、はい、実は今の方がおっしゃってた、あの、どこのブラックホールを。 先に取られますかっていうのが一番の質問だったんですけど、もう一つはどのくらい遠くまであの観測することができるのか教えていただければと思います。えっとーいい質問かな <laughs> いい質問ですねはいえっ、ー、と X 線はですね他の波長に比べてあのー、光の量がやっぱり絶対的に弱いのであのなかなか遠くの観測他の光とか電波に比べて他の 波長に比べてやっぱり光の量が圧倒的に少ないので遠くを見れば見続けるほど光の量が弱くなるのでやっぱり遠くを見るっていうのは弱いんですよ X 線はなので他の光に比べると多分遠くを見るというのはあまり適していませんなのでそういう意味ではん一んひ声まあ遠くでめっちゃ明るい天体もあるので何とも言えませんがまあ 五億光年ぐらいまでいくのかな。ちょっと具体的な数じゃ何とも言えません。でもそんな感じだと思ってくれるってよろしいでしょうか。ありがとうございました。はい。どうぞ。他にいかがでしょうか。うん、何度か手を挙げてると,思いますあと。あと一人、あと二方撮れると思います。前の方お願いします。うん 本日はあの興味深い話あえっとちょうど今図が出てるんであれなんですけど高、はい、X 線と軟 X 線のこの違いっていうのをどういったあれなんでしょうかえっ、ー、と X 線一声言ってもですねある幅があります例えば光私たちの光で言うとあの波長の短いどっちからいこうかな波長の長い方は赤。 で緑いって青ってて青ううよよな感じですよねそんな感じで X 線もそんなような感じの難 X 線が波長の長いエネルギーの低い側で高 X 線っていうのをえとえとエネルギーの高い側っていうような感じで表現しますで今まではえといろんな制約からえとその X 線でもですね全部今まで見られてなくて難 X 線側しか見られてなかったんです。 しかしそこで観測しているだけだと実はいろんな,なんていうんですかね、えー、とよりやばいって言いましたけどあのよりやばい世界が見えないんですごちゃごちゃになって。なので内、えー、X 線とック x 線を両方写真を撮ることで実はさらにやばい世界がここに隠れていたのかみたいなそういうことが初めて分かるというような感じで内 X 線とック x 線の望遠鏡を両方持つことでよりやばい世界に迫っていくと。 ような感じだと思っていただければと思うんですが、質問の答えになってますかね。ありがとうございました。はい。じゃあよりヤバい世界い。楽しみにしております。<laughs> ありがとうございます。はい、それでは最後の質問とさせていただきます。挙手をお願いいたします。はい、じゃあ、お一人で大丈夫ですかね。じゃあ、前の女性の方お願いします。えっと。 試験熱真空試験と音響試験のときに熱真空試験のほうが先にやってたと思うんですけど、えっと、まずロケットで打ち上げるときのための音響試験だと思うんですけど、はい、先に宇宙に行ったほうの試験をするのはなんでですかあ確かに順番的にはロケットで最初に打ち上げるので振動試験。で げてああでも多分こういういステップかなえとまず熱試験で衛星全体の設計が正しいかというのをまず最初に確認した上でああこれなら問題ないということになってじゃあこれで音響試験やら振動試験をやろうというようなステップだったと記憶しています。 ですがあん,まりあんまり順番はどうなんだろうな、ありがとうございます、はい。よろしいですか、今の質問に小川さんとかコメントありましたか、はい、もしよろしければ、<laughs> アストレイチの熱環境、小川さん、いろいろやっていただいています。 えっと、大体正しいんですけど、これ多分、分あのフライトモデルじゃないんじゃないフライトモデルではないです、はい、じゃないですよね、だから、あの構造熱構造モデルなんです、実際飛んでいくもんじゃないんですよ、なので、あと本当に設計が正しいかとか、あのその音響試験に持つかとか、そういうのを確かめるモデルなので、あのそこは順番は自由にあの考えることができます。 でフライトモデルに関しては基本はおっしゃる通りであの順番にやっていくのが正しいんですけどもそうは言っても、えー、とセンサーをつけたり外したりとかいうのもあるので、えー、とそこはあの考え方を整理してここはもうあの試験で確認してますよねだからまあ順番変えてもいいですよなんてそ,そこはちゃんと議論した上で順番を変えるなら変える変え,ない変えないのがほあの本当なんですけどもいろんな事情で変えなきゃいけない場合はちゃんと整理した上で変えるようにしてます。はい よろしいでしょうかはい。すみませんフォローありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、それではこれでいつかの講演を終わらせていただきますすみませんありがとうございましありがとうございます